ピンボール、ピンボール、ピンボールは金属の玉を用いて点数を競う遊戯機械。基本的には傾斜した盤面とそこを転がる玉、それを打ち返すフリッパー、原義はキレで構成される。現代のピンボールはこのフリッパーを備えたフリッパーピンボール、フリッパーピンボールであり、装置全体を単にフリッパーということもある。盤面には得点となる。 様々なターゲットがあり、プレイヤーはフリッパーで弾を落球させないよう打ち返しながらターゲットに当てて得点を重ねる。盤面はスポーツや映画などを題材に様々な工夫が凝らされている。古典的なアーケードゲームの代表的なものである。プレイ料金は日本では1ゲーム100円、3ゲーム200円が主流である。また、早くから、 ピンボールのビデオゲーム化もなされており、コンピュータゲームやコンシューマーゲームにおいても様々な形で作られており、中には実在のピンボール機をシミュレートしたものある。ピンボールの目的は得点を得ることであり、得点はターゲットに当てたり、ある場所を通過させたりすることによって得られる。得点を得られるものには以下のようなものが挙げられる。近代ピンボールではこれらの組み合わせにより、 フィーチャー、役を完成させることができる。また、多くの場合フィーチャーはいくつかのグループに分けられており、そのグループすべてを完成させることにより、大きな得点を得ることができる。さらに、これを複数回行ったり、特定の順番で行ったり、複数のグループでのフィーチャーを達成したりといった、一定の情をクリアすることで、マルチボールやジャックポットの権利を得られるようになっている。 単にターゲットに当てる点数に比べ、フィーチャーの完成を達成した時の得点は、規約的に高くなる。さらにマルチボールではボールが増えることから得点する、可能性そのものが上がるだけではな、得点が倍増する要素が加えられることが多い。もちろん、ジャックポットを獲得すれば、単に的を当てるのとは比べ物にならない高得点を稼ぐことができる。ゲームモードは、ピンボールマシンが、 ソリッドステートで制御されるようになった近代ピンボールで追加されたフィーチャー。ピンボールでの基本テクニックはボールを落とさず正確に狙った場所にボールを送り込むことである。このためにフリッパーを操作するタイミングやテクニックが重要となる。フリッパーにはディフェンスとオフェンスの2つの要素がある。フリッパーテクニックによってボールが落ちるのを防ぎ狙ったターゲットやレーンにボールを通す。 ディフェンステクニックの基本は、ボールの軌道を見極め、左右の適切なフリッパーを振ることによって、ボールの落下を防ぐことである。これができずにバタバタとフリッパーを動かし、結果として自らボールをはたき込んでしまうことを、パニックフリップという。また、ほとんどの場合、両側のフリッパーを同時に上げる。これを、ダブルフリップということは、軌道や角度の点で、 ボールが落ちやすい状況になってしまうので、これもするべきではない。基本テクニックに、フリッパーでのボールのホールドがある。これは、フリッパーの根本でボールを保持することである。ホールドすることにより、ボールを好きなタイミングで好きな方向に打ち返すことが、できる。フリッパーを下ろすと、ボールが再び転がり出すので、好きなところでまたフリッパーを上げればよい。マルチボールの際には、 一方のフリッパーで一つもしくは複数のボールをホールドし残りのボールでスコアを稼ぐといったテクニックも可能である。また片側に複数のボールをホールドした状態からフリッパーさばきによってボール一つだけを引くといったこともできる。フリッパーテクニックは文章で説明するのが困難なものが多く数多くのプレーの経験と上級者のプレーを 観察することなどで体得するほかない。基本的なフリッパーテクニックには次のようなものがある。熟練したプレイヤーはピンボールマシンを揺らすことでボールの動きに変化をつけることができる。ティルトはこの操作に対抗するために付け加えられた要素である。機構としては円錐型の重りの周りに金属製の管が位置する構造になっており、両者が触れると電気が流れるようになっている。 もし、ピンボールマシンが大きく強く動かされると、重りが動いて缶に触れることになる。これで感知された状態がティルトであり、反則判定を受けて、スコアボードに、チルトのランプが点灯るその場でゲームは終了し、操作不能になる。古いマシンの場合で、特に一人汚専用の場合は、完全にゲーム終了となったが、近代ピンボールの場合は、その時のボールだけが終了となる。 近代ピンボールの場合、旧来マシンのものに代わり、スラムティルトというものがあり、マシンを蹴ったり、コイン投入部分に細工をしようとしたりすると、その時点で、他のプレイヤーを含むすべてのゲーム及びクレジットが、無効となるようになっている。また、マシンを持ち上げるとその角度によりセンサー内の弾が、奥に動き、採用のスイッチに接触すると作動する装置もまた、スラムティルトである。 この揺れに対する許容量は台の設定によって異なるので、ある程度はティルトを覚悟して揺らす必要がある。そして、その許容の範囲内において揺らしを行うのが、プレイヤーの力量である。揺らしには、縦方向と横方向、そしてその複合技などがある。やり方によっては、アウトレーンから弾を救い出すことも可能であり、このテクニックは、バンバックや、デスセーブと呼ばれる。 ただし、マシンの中には、アウトレーンを通過すると同時に、フリッパーが動作停止するものもあり、このような場合は救い出してもゲームを続けられない。基本的に、縦、前後方向への揺らしは許容されやすく、左右方向への揺らしはティルトを取られやすい。揺れに対する許容量は、テンポの意図によって決められるため、許容量を大きく設定しているテンポでも過度な、揺らし操作は控えるべきである。 結果として台を破損させ運営者にピンボールの撤去を促すことにつながる。近代ピンボールでは一定回数まではティルトが作動しても警告だけで済ませる。一般的には日本向けの場合で2回許容、3回目の作動でティルト発動用に設定されている反面許容量自体は小さくされている。しかし、初心者は アウトレーン付近にあるボールに対して必要以上に揺らしすぎてしまいえって落ちやすくしてしまう傾向もあるので経験と判断力が必要なテクニックでもある。ティルトは初期のアーケードビデオゲームにも組み込まれ、例えば1982から1988年頃の台頭のビデオゲーム筐体にはティルトスイッチが組み込まれていた。このティルトスイッチの動作はスラムティルトである 対等が広報紙や直営店で使っている、ブランド名、チルトもここから来ている。なお、ピンボール台は、天地方向への揺らし、持ち上げて落とすなどに耐えられるようには設計されていない。修理不可能なレベルの破損に直結するため、天地方向への揺らしはどんな理由があっても言っては、ならない。実際に、これを試行した場合、 一定角度以上持ち上げることで即座にスラムティルトを取られることになる。揺らしのテクニックには次のようなものがある。以下は第二高負荷を与えるので、熟練者でも行うべきではない。ピンボールはソリッドステート化が進んだとはいえ、可動部分が多いゲームなので、定期的なメンテナンスが欠かせない。フリッパーの動きについては特に気を使わなくてはならず、ゴムの定期的な移動。 バネの調子は、ランプレーンが多用されている台においては不可欠な要素である。しかし、細かいメンテナンスができる要因が少ないため最適な状態に保たれていない台が少なくない。メンテナンスが不完全な状態のためにプレーにストレスを感じることで、客離れを招き衰退していったという側面もあり、ゲームセンター運営者によっては、ランプレーンの設置のない平面的なフィールド構成の マシンを好むことも多かった。また、現在では、メーカーの撤退や倒産により、純正のメンテナンス部品が供給されない状態である、ため、メンテナンスしたくてもできないマシンも多い。ピンボールのシステム自体はただメンテナンスが不備であっても、極力ゲームを続行しようとする様になっている。例えば、打ち出した球が、いかなるターゲットにも当たらずにアウトホールに落ちた場合は、 玉が再セットされるようになっている。これは、セットした球が逆流して、アウトホールに入った場合のことを考慮してのことであるが、近代ピンボールやデジタルピンボールでも、このシステムは救済措置として踏襲されている、上述のフリーズを参照。また、近代ピンボールでは、ボールがフィールド上に引っかかった場合などは、一定時間フリッパーを操作しないで放置させることで、 マシンがバンパーなどの可動パーツを動作させて、引っかかったボールを動かそうとする。さらに、それを何度か言ってもボールが戻らなかった場合は、そのボールが紛失したものとみなして、代わりのボールがリリースされて、ゲームが続行される、コピュータ制御で、ドットマトリックスディスプレイがあるような近年の台では、全機能が固定された状態になり、店員の呼び出しを促すメッセージを表示するような、ものもある。 ただしこの場合は、ボール紛失時用の特別ルールが適用されるため、本来のゲーム内容で、プレーができなくなる。例えば代わりのボールが引っかかったボールにぶつかることで、ボールが引っかかりから外れてにボールマルチボール状態になるため、本来のマルチボールのスタートが制限されるほか、片方のボールをボールデッドにした時点で、フリッパーが動かなくなり、残りのボールも回収させられる。その他に、 メンテナンスが行き届いておらず、台の中にあるはずのボールの総数が欠けている場合は、アトラクト、デモ中やゲームスタート時に使用するボールの数が不足している、胸のメッセージが表示されて、この場合もボール不足時用の特別ルールが適用される。蒸気年表が複雑化したので、単独で栄光清水をたどった会社の歴史を以下にまとめた。前日の本が、 ピンボールの一種であると考えられたこともあり、ピンボールをコンピュータ上で実現しようとする試みは、コンピュータゲームの歴史の重要な一面を形成している。1983年には早くも自分で任意のピンボール台をデザインできるピンボールコンストラクションセットが Apple II でリリースされた。コンピュータ上でしか表現できないギミックやアクションゲームの要素を取り入れたものもあるが、 90年代半ばからは、コンピュータ性能の向上に伴い、実機の感触に近づいたようなピンボールゲームが増えており、アメリカでは、実機のシミュレーターも多数リリースされている。しかし、プレイした人が一番多いコンピュータピンボールは、マイケロソフト i n d o w s に付属していた、スペースカデットと言われている。ピンボールゲームを作っている日本のソフトウェアメーカーでは、主に、 米国 PC ゲーム界で評判の高かったリトルウィングやセガサターンのデジタルピンボールシリーズでブレイクしたカゼナがある。2007年にはピンボール筐体をそのまま使用して盤面をフルスケールの LCD モニターにしたがリリースされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。